アプリが実は2種類あるんですよ。私は YouTube でライブをやってるんですけど、その中のコメントとして、ライブがスマートフォンのアプリケーションから見ることができない、そういう意見があります。これ調べてみましたら、 iPhone の場合ですとアプリが実は2種類あるんですよ。 iOS の6を入れてしまえばアプリは1個になるんですけど、 iOS の5ですとアプリケーションが2種類存在します。まずは古臭いテレビのようなアイコン、そういう YouTube の再生ソフトです。でもう一つはおなじみの YouTube の赤いロゴ、こういう形のアプリです。なぜ2つ存在してるかと言いますと、まず古臭いテレビの方、レトロテレビの方はApple が作ったアプリケーションですね。でもう一つの YouTube の赤いロゴの方は Google 社、 Google または YouTube が作ったアプリケーションです。で私は YouTube の赤色のアプリケーションの方で見てみたんですけど、ライブは視聴できました。ですので原因はこのレトロテレビ調の YouTube のアイコン、そのアプリを使ってるんではないのかなって思いますね。もし iOS5 の人でしたら、YouTube のアプリケーション、新しいアプリケーションをダウンロードして試してみてください。iOS の6ですと、レトロテレビ調のアイコンは出てこないです。必ず YouTube のアプリケーションを自分でダウンロードするようになってます。ですので、この問題は発生しないのではないかと思います。YouTube の赤色のアプリケーションを使っても、アプリケーションの中からライブ中の動画の検索をかけることは難しいですね。動画 ID を使ってやってみたんですけど、私は無理でしたね。それでどのようにしたらいいのかと言いますと、ライブの URL を Twitter でつぶやいて、それをクリックしてください。そうしますと YouTube のアプリケーションの方に URL が転送されてライブが再生されます。もし YouTube のライブスマートフォン iPhone で再生できないのであれば、今の方法を試してみてください。